はい、回ってます、OK です。はい、回ってるやった。どうだ、あ、すいません。こんばんは、シラメガニュースのお時間です。本日の特集は大学生カップルの起床ラインについてです。まあ、春ということで暖かくなってきまして、巷にはカップルがたくさんおられます。その方々がだいぶ起床いラインをしているということで、今回は晒していきたいと思います。今回ゲストをお呼びしております。どうぞ。どうも皆さんこんにちは、 LOG でございます。 LOG、 はい、ログハウスを建てようかと検討中なんで、これシャ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 。なんか思うところありますか、気象いラインについて。こういうのはね、携帯が普及しだした平成初期とかですか、気象やり取りっていうのは続けられてたと思うんですけど、まあ、時代に沿ってね、気象さっていうのが移り変わっていく、うん、今回はその全貌が明らかになればなと思います。今回は令和最新版ということでしっかり見ていきましょう。それではまず最初の気象ラインがこちらです。ゾワッ。話聞いてくれてありがとう。ふに髪乾かすに。早くしないと風邪ひくよ。ゆうやきゅんのために風邪ひく。それはどういうこと、わらわら好きだもん。こちらが謎ホビー気象ラインでございます。二十歳前後の男女とは思えない、まあ、気持ち悪い語尾がね、カップルというのはついてくるもんなんですね、往々にして。そうですね、うん、まあ、昔ペコとか使ってくれましたけどね。ペコ、おはようペコ。わぁ、LOGさんですかそれ。みなまで言う。ああ。ふにはちょっと珍しいですけど、王道としてはやっぱりにゃんをつけるとかありますよね。まあそうですね、本当にね、やっぱ第三者から見ないとキモいと気づけないんですよ。はいはいはい、これはもう昔からそうで、まあ、やっぱりやってる当本人は楽しいわけですから、うん、これをね、情報提供してくれたこの本人たちにも感謝しないといけませんね。ふにですよ、成人男子がふにって希少すぎるやろという。ふにって言ってる時も、うん、こうふにってやってるんじゃなくて結構真顔で真顔フニーですか。真顔でフニーってやってます。怖いですね。間違いなく。お前さっきから映っとんねん。大丈夫、らすいません、おい、すいません、ちゃんとしてよ。まあ、語尾にもね、いろいろ使い方ありますけども、はいはいはい、ちょっとこのフニーっていうのは案外ね、大人っぽくなくてセンスがないんで、はいはい、言い気はセンスね。おー来ました、来ました、早速魔の逆は、はい、35点。おー、お前、うん、お前、じゃお前やってみろじゃあ。まあ妥当な評価です。お前じゃあやってみろ。あ、え、じゃあお願いします。何か、お、私の逆にケチお前つけんのか。不妊治療は最悪や、お前もう消えろ消えろ。しっかりしましょう。モラル守れんやつはテレビ出んなお前。ただいま映像が乱れました、大変申し訳ございません。それでは次の気象ラインも見ていきましょう。どうぞ。寂しいよなぁ、あーたんのすけ、さあもう声聞きたい、泣き帰ったかな、うえーん、待ってたのに。お風呂入る、お風呂出た。たぁね、今ちょっと重大のことに気づいたんだけどね、あーのことでちょっとね、大好きだぞー、ふぎゃー、抱きつきたくてしょうがないの、あーあーたん大大大好きってことに気づいたんだ。早くお電話。前半重い空気作ってるけど、ど先にハートが見えた、わらち、ちょっと待って、あと3分。こちらが終始海不明不気象ラインでございます。はい、ジンマッシュ出てきた。いや、これはね、アータンノスケ名前が原型とどめてないっていうのも結構気象ラインのあるあると思います。確かにあるあるですね。あと自分の呼び名がね、タータカヤ君がターと言ってるという、はい、いやー、まあこれわかりますけどね。わかるんかい。30になっても40になっても女性にはね、こう幼児になりたいんですわ。幼児プレイですか。甘やかしてほしいんですよ。あんまないっすけどね。ああ、そうですか。ありますか、お二人は。ちなみに僕は結構ある。僕も相手次第っすね。じゃあ少数派ということで。終わりだよこの国。でこれあと芸術性高いのがね、はいはいはい、これブロックしてるところですね。ブロックしちゃってますね。分かれとんだな。まあ仕方ないと言いますか。あ、まあね、やっぱりこういう気象ラインを送ってしまうと最終的にはこのような黒歴史につながりかねないという点もね、踏まえて気をつけていただきたいなと思います。まあそうですね、うん、ただでもこの当2人ではね、はい、あのこの会話をしてることに意味があったんでしょう、ね、まあまあそりゃそうですね、愛を育んでたわけですから、うん、まあ、一見無駄に見えても、うん、当方にとっては意味がある、うん、だからこの会話深いわ、つってもらえ。さあ、こちらの逆何点でしょうか。何逆、その、はい、こちらは、はい、68点。どういう基準やの今俺。キレが良かった。お、私今1個前の方が良かったけど、ね、そう、俺この逆そんな高ないと思ってたけど、採点バラバラやん。じゃあ28点。28点。じゃあお前もうその、それでは次のやつ行ってみましょう。どうぞ。ガバガバサインですな、お前。ジョイサウンドが。おはー。おはー。授業だるみざわ。タルタル授業。一緒。苦ー。明日あれや。チャーハン餃子。渋いね。チキレー。こちらがスタンプ起床ラインでございます。はい、
まさかこんな使われ方してるとはね。そうですね、まあこちらキショイですかね。このレジスタンスのスタンプを使ってる時点でなかなか好感触と言えますけれども、まあ一般的な皆さんの意見を取り入れたキショイラインですから。なるほどなるほど。私たちは嬉しいかもしれないですけどね、うんうんうん、まあお金になってるんで、うん、まあどこまでキショイでしょう。第三者から見たらまあこれができる中というのはまあいいかなと思いますけどね。それは確かに共通の好きなものがあるというのは素晴らしいですよね、はい、まあこのスタンプ使ってくれることは嬉しいですね。客はあ、OK です。じゃあ、あまあまあまああのスタンプ買っていいですかってたまに来たりするんですけど、はいはいはい、勝手に買って使ってください。あこれはやっぱ宣伝も込みということで、ありがとうございます。ええー、時に来いや。はい、じゃあええー、時に点数つけに来い言うて。あ、すいません。はい、じゃあ次行ってみましょう。ピョッ。なでなでヒント開けよ。グリグリグリわしゃわしゃ。いいもんゆず偉いから我慢するもん。ありがとにゃー。なでなでにゃん。ピシなでなでミュウにゃ。疲れたから後でぎゅうして。こちらがにゃんにゃんキショラインでございます。かーもうどうしようもないですね。キショいってー。まあ、これはね、うん、本当に猫になってるんですよ。まあ、そりゃそうなんですよね。そうですよ、自分が猫だと自覚してやってるわけですから悪気はないと言いますか。これを咎めることができないというのが司法の限界を感じざるを得ないですよね。そうですね、まあ、でも本当にね、甘えた LINE をしてるやつらもやっぱ 90% ぐらいが猫になるという統計が出てます、はいはい、私もさっき言っちゃいましたもんね、語尾にニャンがつくってね。そうですね、うん、なんか面白いデータが浮かび上がりましたね、キショ LINE。ぜひですね、こういうニャンニャン言い合ってるカップルがあのむちゃくちゃ喧嘩してお互い泣きまくってるところを見たいもんですね。そうですね、うん、まあ、こういうやりとりね、まあ、賛否両論あるかもしれませんけども、猫になった女性可愛いからニャンとも言えませんなっつって。ニャンとも、ああ、ニャンとも言えませんって。猫にニャンみたいな感じでね。ニャー、ニャーってんです。最悪やもっとマシなんだろ。え、なかったニャン。なんで28点。なかったニャン。なんかなんちゃう。それでは最後の次、最後じゃないです。それでは最後のライン行ってみましょう。ニャン。どうすればいい？興奮するもの送ってよ。ねえ。お願い。アロくん、やるとき、アロくんのあそこ、いっぱい食べてあげるね。歯は立てないでね。優しくがいい。激しくがいい。いいよ。こちらが無課金エロチャットでございます。まあ、まあ彼女がいることでね、うん、あの本来 PC Max とか登録せなあかんところをもう無料でできてるわけですから。まあそうですね、はい、チケットチャットっていうことですね。チケチャーですね、はいはい、あ白目さん結構好きですもんね。そうですね、最近1分8コインのチケットチャットによく入室してるんですけど、1分8コイン。そうなんですよ、だいたい最初に200コイン入って無制限に見続けるっていうパターンなんですけど、はいはいはい、最近僕がやってるのは1分間あたりでいくらってかかっていくみたいな。だから入って微妙やなと思ったらすぐ抜けれるっていうのがこれ結構利点でございます。それで抜きすぎてやっぱハゲちゃったの。そうなんですよ、抜きすぎてちょっとなんか最近髪型おかしいなと思ってた。すいませんすいません、うん、まあこれもね非常に黒歴史性が高いのでやる際は十分ご注意くださ い。そうですね。あと真面目な話ね、リベンジポルノ的な可能性があるので、はい、まあ、やっぱりそのガチの画像とかを送るのは気をつけましょう。ですね、彼氏彼女に送ったものは全世界に公開されるつもりで、されてもいいものを送るようにしましょうね。そうですね、まあでもこれね、メッセージ見てるだけでいろんな想像が駆り立てられると言いますか、はいはいはい、このチャット見てるだけで抜きたくなりますね。いや抜きたくなりますね。どこがかかってるんですか。いやギャグじゃないよ。あ、ギャグじゃないんですか。ガチギャグの感じで。じゃあ白目君、エロいことしろときにギャグ言いたくなるの。いや、エロい時はギャグ言いたくなる。言わないですけど、いいんすかそれ。いやかましいな。4545点、最後の得点です。シャ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 。思考のギャグでしたね、今。思考のギャグでした。君は0点。さあ、というわけで本日の白目がニュースはやや秩序が乱れておりましたが、はい、カップルが秩序やめなさい、カップルが送り合うキショイ LINE ということで特集させていただきました、はい、まあカップルというね閉じた世界で何をしようが、まあ、勝手ではあるんですけれども、はい、リスクだけは十分にお気をつけて、はい、これからも楽しいカップルライフを送ってください。はい、まあ、イチャイチャすることは日本の平和になりますから、うんうんうん、もうこういうのはねぜひやっていただきたいと思います。そうですね、うんうん、誰か僕の子供を産んでくれる方募集してます。生まれそうやろ。不妊治療はしっかりしましょう。以上、白目がニュースでした。ではまた2週間後か3週間後ぐらいにお会いしましょう。ありがとうございました。チーム友達。
達チーム友達俺たち何えチーム友達いやこいつマジであかんかよほんまに良くないことばっかり言ってるどうしますかえどうしたなんでそんな出しゃばるようになったっていうのどういうえすいませんちょっとあの役目ないなってあんまり意味ないなって意味はあるよすいません大串のファン結構おるからシコ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 あーこらそれ邪魔しか今サメだろ、スクソーニーそれ邪魔しかこれ